聞いた。腹筋が苦手だけどお腹引っ込めたいよっていう方がアグラ足の腹筋を行ってたくさん成果を上げられてます。おめでとうございます。ありがとうございます。以前アグラ足の腹筋5回のメニューを紹介しました。その次にさらにバージョンアップで7回のメニューを紹介しました。7回されてさらに効果が得られている方がたくさんいたので、今回バージョンアップとして10回ずつ行っていきます。せっかくなんで最後まで頑張って効果を全部得ましょう。その結果体は変わってきますんで頑張りましょう。腹筋メニューは息を止めてしまうとお腹へこませ効果ゼロになります。同じように数を10まで数えながら一緒に行うと効果的です。まずは寝た状態で足を組みましょう。膝と足首を持って引き寄せながら体を起こします。背中が少し浮けばお腹使ってますんで安心してください。息吐きながら10回です。2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対足も行きましょう。1、2、首つかれる人は起きたままでもいいです。3、こんな感じで4、5、6、7、8、9、10。 OK。 寝たままで足を曲げましょう。10回。10。反対も同じようにいきましょう。足を上げて左右に振りましょう。10回。反対です。いきましょう。1、8、9、
OK! 足を変えましょう。このまま足を上に伸ばします。開いたら斜めに伸ばして曲げます。組んだら体を起こして足を引き寄せます。スペシャルメニュー10回ずついきましょう。頑張って。
5、6、7、8、9、10。うわー、聞いたー。最後まで頑張ったよーって方、グッドボタンとコメントで教えてください。今回のメニューを毎日続ければ確実にお腹が引き締まってきます。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。